皆さんこんにちは。今回は学年別夏休みの過ごし方というテーマでお伝えしていきます。皆さんもうすぐ夏休みがやってきますが、どう過ごしたらいいか知ってますか？それを学年別にこれから聞いていきたいと思いますので、夏休み有意義に過ごしたい方は最後までご覧ください。合格サプリからアプリが登場。頑張る高校生をモチベートします。じゃあまず高校1年生ですね、夏休みすべきことを教えてください。はい、まず勉強面から話そうと思います、はい、勉強面は苦手かもと思った科目や単元は徹底的に向き合うっていうのが挙げられます。なるほど。はい、もう1年生のこの夏の時期の内容はもうこれからもずっと基盤となる部分が多いですよね。ですね。はい、なのでもうこの1年生の夏の時点で一度こう苦手の沼というか、そういうものにはまってしまうと、ちょっと3年間苦手意識を克服するのが難しくなってしまいます。ですね。はい、で実際私これちょっとあの沼にはまってしまった経験がありまして、ほいほい、そのここでちょっと現代文がちょっと苦手意識が強くなってしまって、で、はい、夏にも向き合わず現代文からひたすら逃げるみたいな生活をしてしまったので、高3を通り越して浪人期まで足を引っ張りました、あら、だいぶ引っ張りましたね、はい、だいぶ引っ張りました。もう、はい、そっか。でやっぱりその高校1年生の時にちょっと苦しむっていうのと、その高3とか浪人期で苦しむだと、圧倒的に前者の方が楽だと思うんですよ、精神的に。これからの挽回しようがあるので、この高1の今の時点で、ちょっと大変だとは思うんですけれど、自分の苦手な部分と向き合って少しでも克服しておくといいと思います、そうですね。あとやっぱもう数学ですね、まあ、英数に関してはもう絶対ここであの苦手だと思う場合はしっかり潰しておかないと、志望校の選択肢をかなり狭まってしまうと思うので、高校1年生しっかりこのメイン科目ですね、英数しっかりやっておきましょう。はい、そして次生活面に関してです、生活面としてはもう夏らしいイベントを精一杯楽しもうっていうのがあります、はい、やっぱ友達だったりとか、その高校時代の友人との思い出とか、そういうものはもう今思ってもかなり人生の財産だったなっていうのが、ね、そうですね。二度と戻ってこないですかね、あの時間は、はい、いわゆる青春ってやつですよね、はい、なのでこう大人になって思い出して、あの時もっと遊んでけばよかったとか、後悔をしないように、今のうちにもう1年生のうちに積極的に友達を作ったりとか、いろんなコミュニケーション取ったりとか、お誘いをしても夏を謳歌するっていうのをぜひやってみてください、そうですね。高1だったらまだ全然受験のね、プレッシャーもないと思うので、ここは友達とねしっかり遊びに行ったり、思い出作ってほしいと思います、他にもありますか？はい、そしてその他なんですけれど、部活だったりとか補習のタイミングで先生との距離を縮めようっていうのがあります。なるほど、ちょっとテクニック的ですね。そうです、これなんで縮めた方がいいかっていうのが、気軽にこう進路の話がしやすくなるっていうのがあったりとか、自分の進路にとって有益な情報がもらいやすくなるというのがあります。確かに、はい、これ実際ちょっとサプリメンバーのエピソードがありまして、この子は大学で倫理学を学びたかったそうなんですけれど、その在籍してた高校ではこう倫理の授業が取れない体制だったらしいんですね。でそれをその所属していた放送部の取材を通して仲良くなった先生、から倫理の教科書を貸してもらえて、そのなんか真実進路の選択に生きたっていうことだったので、やっぱり仲良くなれるものならもう仲良くなっておいた方がいいっていうのがこの子の意見でした、そうですね、まあ、先生とかね、僕協力得られた方が、間違いなくいいと思うので、そういったところを考えてみてはいかがでしょうかというところですね、はい、わかりました。じゃあ次ですね、高校2年生の夏休みすべきことを教えてください。はい、1年生の時と同じくまず勉強面からなんですけれど、もちろん授業の予習復習をするっていうのはあるんですけれど、それだけではなくて一旦赤本を見てみようっていうのが、この時期のポイントとして挙げられます。志望校の過去問ですね、もちろん志望校が決まっていれば志望校のものを見ればいいし、決まってないっていう場合は自分の高校から進学している人が多いような大学だったりとか、ちょっと通いやすいような近所の大学などの赤本を見てみるといいです、なるほどね、はい、で、今から見ておくことで、高3の冬にこれが解ければ合格できるんだっていうゴールが知れる、でそのゴールを知ったから、じゃあそこから逆算して勉強できるっていうのがあるので、かなり効率よく勉強ができます、そうですね、過去問高2の時点で解けないと思うんですけど、見ておくことで、どんな問題が出るのかとか、記述がどれぐらいあるのかとかね、あとやっぱりこの実際過去問見るとやっぱ受験がすごい一気に近づいてきますよね、心理的にも現実味があるというか、そうそうそう、やっぱそこから俺こんなできないんだ、じゃあ勉強しようとかね、モチベーションにもつながると思うんで、一旦見てみるのは確かいいと思うんですね、勉強面以外はありますか？はい、次生活面なんですけれど、体力作り運動をしようっていうなんかなんか小学生の目標かなんかみたいな感じの言葉があるんですけれど、これ意外と大事になってきます、受験生になるとこう意外と体力を使うということがあって、もうそのシャーペンを握り続けるだとか、その長い間模試とか勉強をするときに座り続けるとかが、実は意外と辛かったりするという声がありました。なのでその基礎
的な体力作りだとか、うん、そういうのでその散歩をするのもいいし、うん、友達と全力でアクティビティするとか、うんうん、そういうのがいいっていう声がありました。これもサプリメンバーの意見なんですけれど、その地元が観光地らしくて、このサプリメンバーはなので、その友達とその観光客に紛れて、うん、あちらこちらを歩き回るっていうのがあったらしくて、それでまあ思い出も作れたし、はい、体力作りもできたし、まあ、ちょっと気分転換にもなりますよね、はい、っていう、はい、なんかちょっと強いエピソードがちょっと特殊系ですね、はい、特殊系の強いエピソードがありました。はいはいはい、はい、なるほどですね、はい、分かりました。まあまあでもそうですね、結構この受験期になると運動とかできなくなってきますし、はい、結構最後体力勝負とか正直受験あるので、うん、はい、そこはまあやっておいた方がいいかなと。部活ねやってる人とかも部活は続けてほしいなと思いますね、はいはい、あと他にもありますか。はい、うん、その他として、はい、勉強や遊びに適した秘密基地を見つけようっていうのがあります、うん、はい、なかなかちょっと特殊ですよね、はい、まあ、秘密基地ってなんやねんって話だと思うんですけど、はいはい、まあ、そのいわゆる自分にとっていいところですよね、うん、その自分にとって涼しいところとか、はい、あ、そういうことね、自分にとっては気分が良くなるところとか、はいはい、そういうのがあります。なるほど、はい、なんかいわゆるサードプレイスって言って、そうですね、なんか家、学校じゃなくてその他自分のなんか居場所みたいな、はいはい、っていうところですよね、はい、はいはい、なるほど。まあ、それはもうその人が住んでいるところにもよるんですけれど、その最寄り駅近くのカフェがいいだとか、ここの公園のベンチがいいだとか、そういうのがいろいろあると思うので、いろいろ場所を変えてみて勉強してみて試してみるのがこの夏いいと思います。確かに中にはその勉強するなら何やかんや学校が最強でしょみたいな人もいたんですよね。はい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 、まあ、やっぱ定期があるからほぼお金かからないし、うんうん、まあ、何も考えず制服着ていけばいいからすぐ行けるしとか、うん、あと涼しいっていう意見もありました、うん、学校なのでやっぱり自分に合う、まあ、学校がいい人は学校でやればいいし、うん、まあ、塾の自習室の方が周りに人いるから勉強できるっていう人は勉強すればいいし、うん、ちょっとまあ暑いから出たくない家がいいっていう人は家でもいいので、うん、自分に合う場所を探してみるっていうのをまずやってみるといいと思います。わ、うん、かりました、はい、まあ、ちょっと氷なんでちょっと僕もちょっといろいろ伝えたいことあって、高2ってめっちゃ重要だと思うんですよ、やっぱ受験においても、はい、進路をある程度絞ったりですとか、はい、その科目をやっぱり決めるところもありますし、うんうん、あと多分オープンキャンパス行ったりだとか、そうですね、夏はそうですね、うん、結構やることが多いと思うんで、やっぱ高2の夏には結構もう動いておかないと、うん、まあ、正直難関大かなりきつくなってくるんじゃないか、特に国公立上位とか、うんうん、そうなので、まあ、本当にもうね、南関大最難関行きたいっていう人はもう高2の夏はもう絶対動いてないと、まあ、うん、多くの人が動いてるんでね、うんうん、はい、結構この、まあ、ちょっとね地方でちょっとのんびりしてる人もさすがにちょっと高2からはもういろいろ考えて動きましょうと、ギアを入れようということですね、はい、それはちょっと伝えたいですね、はいはい、じゃあラストですね、高校3年生の夏休みすべきこと、いやこれはちょっと勉強面多そうですけども、ね、はいはい、ちょっと教えてもらえますか。はい、その通りです、うん、はい、じゃあ勉強面からいきたいと思います。はい、はい、初めに、うん、と知識を蓄えることだけではなく演習の時間を確保しようっていうのがあります、うんうん、ですね、はい、これよくあるそのインプットだけじゃなくてアウトプットもちゃんとやろうねっていう話なんですけれど、うん、はい、時間ありますからね、はい、自信がなくてもまずは演習をしてみるっていう動きが大切になってきます、うん、確かにこれね、はい、自信なくて演習できない人多いですよね。そうですね、うん、なんかできないかもっていう不安でこう基礎固めてから問題やろうってしても、うん、やっぱり時間がかかってしまうっていうのもありますし、実際復習したところが出るかもわからないので、うん、あまり効率が良くないっていうのがあります、うんうん、ずっと基礎やってる人も逆にいますからね、基礎重要なのかなってずっと基礎やってみたあまりに固執してみてもインプットだけやってるとかね、良くないっていうのがありますね、はい、なので、まあ、志望校だったり模試の過去問を解いて、うん、できなかったところ苦手なところを教科書や参考書で徹底的に復習するっていう形にしてみるといいと思います、はい、生活面の方も教えてもらえますか。はい、生活面としては、うん、もう定期的に人と会って話をするっていうのがあります、うん、だからずっと一人でやるなよっていうことですね、まあ、ね、結構受験時代孤独ですからね、はい、そうですね、うん、やっぱりこう一人で勉強をしているともう悩まなくてもいいような悩みだったりとか、うん、不安だったりを抱え込んでしまいがちだと思うんですよね、うんうん、はい、やっぱりそういうのを、まあ、先生や友達とかあとは塾のチューターさんとか、うん、まあ、誰でも自分の意見を吐き出しやすいような人に話を聞いてもらってリセットをするっていうのがとても大事になってきます、うん、はい、ですね、私はこれ現役の高校2年生とか高校3年生の時はちょうどコロナ禍だったので、うん、あまりこれができなかったかなっていうのがありますね、うん、あまりまず先生と会えなかったっていうのがあったので、うんうん、ひたすら自分の部屋でとか、まあ、行けて塾の自習室でちょっと一人でみたいな感じだったので、うん、これは悩みや不安吐き出せる人があまりいなくて辛かった記憶があるので、うん、今の高校生たちに同じ思いしてほしくないなっていうのは思います、うん、そうですよね、はい、あとまあ受験ってやっぱこうなんか勉強すればって面が結構出てますけど、はい、どっちかというとそのなんか問題解決能力を問われてるというか、そうですね、うん、でやっぱそこに対してじゃあその、うん、
それこそ学校の先生と塾の先生とか、うんまあ、そういう周りの友達とかのどれだけ協力を得て自分に今足りないところを見つけていくとか埋めていくとか、うん、そういった作業を効率的にできるかどうかってところも受験問われてると思うので、うんまあ、勉強だけじゃなくてそういうまあコミュニケーションでやっぱりこうそういう人が情報を得たりとか協力を得てやっぱりこの自分の成績伸びるってかなりあると思うんで、はい、そういったところもなんか受験通して学んでほしいなと思いますね、はい、というわけで今回学年別夏休みの過ごし方をお伝えしてきました。夏休み長いと思うきゃ意外に短いのでね、うん、あの皆さん有効に使ってください。皆さんは夏休みに何をやりたいですか？ぜひコメント欄で教えてください。皆さんチャンネル登録と高評価も絶対お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。公務員試験予備校のキャリサポです。キャリサポでは一次試験対策はもちろん、あなたの個性に合った面接対策を実施しております。公務員試験に関心のある方、概要欄をご覧ください。